いや、さっきのとちょっと色が違いますよ、全然。はい、いただきます。鼻がやばい。どうも、激辛ジョニーです。今日もみんなの新ヒヨスキャチャーをぞやってきました。はい、ということで本日は東京は新宿にやってまいりました。暑くて暑くて、もうすっかり夏バテになってしまってね、私体力がなくなってまいりましたということでね、スパイスたっぷりの激辛スープカレーでスタミナつけようということでございます。はい、まあ、カレーといえばね、ね、ドロドロドロっとしたこうカレーですけれども、スープカレーというものはね、北海道札幌のね名物でございます。辛さレベルが選べるので、お店のねマックスの辛さを挑戦していきたいと思います。本日のお店がこちらです。ドン、札幌スープカリー東京ドミニカ新宿店でございます。札幌発祥のスープカレーが楽しめるということで今回やってきました。辛さレベルが1から最高10番まで選べるということでね、本日は辛さマックスの10番に挑戦していきたいと思います。早速中に入っていきましょう。レッツゴー。すいません、チキンスープカレー辛さは10番。はい、ということでこちらが来ました。チキンスープカリー辛さ10番でございます。見てください、これ聞いた話によるとね、数十種類のスパイスを使ってるんで、これいい匂いがしますけども、野菜に関してはね、人参、オクラ、ヤングコーン、ナスなどなどということでね、早速ね、この辛さ10番どれほどのものか食べてみましょう。それではいきましょう。いただきます。さあ、チキンスープカリー辛さ10番お手並み拝見ですよ。ということでね、まずはこのスープからいきましょう。いただきます。想像してたよりちょっと辛くてびっくりしちゃった。ちょっともう一回出します。ちょっと流さないと。なるほどなるほど。鋭い。まあいろいろこうスパイスでいろいろ数十種類使っているのプラスですね、カイエンペッパーとタイの激辛唐辛子ピッキーヌ、これ使ってます。結構やっぱピッキーヌが効いてるね。非常に辛い。ほらこの粗刻みにした、このほらいっぱい入ってるでしょ、タイの唐辛子ピッキーヌ、これ辛いんだよ。でもタイでも修行したのでだいぶ慣れましたかね。慣れたとはいえども辛いもん辛いからね。なるほど、成長してません、ね、やかましいわ。それ何ですか。それこちらごぼうでございます。ごぼうですね。すごい赤いか唐辛子かと思いました。お、早速脱ぎますか。夏バテに追い込みをかけるかのようなね、灼熱地獄ですよ。実際これ香辛料いっぱい使ってますから体にいいんですよ。夏バテにスープカレー持ってこいです。お味はどうでしょうか。美味しく食べるそうですか。10辛、僕もさっき普通のスープカレー食べたんですけど、色がやっぱ全然違いますね、この赤いのがそのピッキーヌという唐辛子が入ると。スープ一杯いきなよ。僕ですか。はい、いいんですか。一杯だけいってみ。いただきます。では、いや、さっきのとちょっと色が違いますよ、全然。いただきます。鼻がやばい。あ、辛っ。これさ、知らずに飲むとさ、むせるよね。鼻に来ました。でしょ、こりゃ辛い。うん、今日はチキンカレーですね。はい、骨なし。骨なしで、あ、でも辛いですね、ベロが痛い。これは辛いですね、汗が尋常じゃないですね、今日。ナス。美味しそう。うまいんだよね。これは今普通に喋ってこの辺すっげえビリビリだからね。ご飯の分量が多く、ご飯が足りなそうですけど大丈夫ですか。ご飯今日はいい。なん
かきつそうですけど、今日汗がすごい嫌がってますけど、お許しいったら、うん、結構辛いですね、これ辛い。そんな辛くないですよ、なんて言ってましたけど油断したら、でも結構本当辛いですよ。辛いよ、一口だけでもお腹痛いですよ本当ですよ。うん、この辛さで、あれは辛い。うん、お、ナイスです。メインですか、スープカレー。うん、見てるこちら気持ちいいですよ、そこまで朝から食べると。うん、うん、うん、辛さの中に旨味ありというのはね、まさにこのこと言いますよ。うん、うん、もう最後いっちゃうか、ガッとドリンクバーやろうか、ドリンクバーがいっちゃうか、目がガチだ怖い怖いですよ、ジョニーさん。何ですかその顔。一気にはいけない。あー辛そう。どんな顔して飲んでるんですかあと少し。さあ飲み干しました。完食、いい顔です、いい顔ですね、やりきった感がおめでとうございました。お疲れ様だった。大丈夫ですか。完食でございます、ジョニーさん、ごちそうさまでした。予想の斜め上を行く辛さでした。激辛にふさわしいスープカレーでした。結構辛かったわ。本日の辛さレベルは 7.5。 お、7台ですか。はい、そうだ、これねさっき見たんですけど、はい、あのラッシー、ラッシーあるんでね、あの辛いの苦手な方はあのラッシーと一緒にこういうの食べるとね、非常にお腹にも優しいんで、ぜひ、注文してみてください。はい、これ、ね、新宿にありますからアクセスいいですからね、ぜひ激辛好き、そしてスープカレー好きの方はぜひ見てみてください。ということで本日もご視聴いただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。動画設定の、ね、通知もぜひオンにしていただくと、私の動画が更新されたらピンと通知が来ますんで、ぜひ通知オンしてくださいな。ということで、それではまた次の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。